いきなり、何して。何って。普通にキスだけど。そんなさらっと。俺初めてだったんだけど。知ってる。だけど私はそうじゃないから。っていうことは、記憶をなくす前の俺と。まあ、それは否定しないけど、それが私の初めてかは言わないわよ。ん？どうかした？思い出した。え？って言ったら嬉しい。は？さすがにこれだけで思い出せるほど記憶喪失はそんなに都合良くないと思うし、確かに驚きはしたけど、霊夢には悪いけど、記憶が戻るような衝撃ではないかな。言い方ムカつくんだけど、けどまあ、確かにこれで戻るなら、とっくに戻ってるわよね。そうそう。ところで霊夢、俺ちょっと気になったんだけど、初めてどうのこうのってのが気になるんだけど。別にこれといった意味はないわよ。記憶をなくす前の千秋とキスしたことあるってだけで。ああ、確かその時も似たような反応してたわね。本当にあんたは記憶の有無は関係ないのね。そりゃそうでしょ。俺の場合は完全に記憶がないわけじゃないから、そんな会話をし、俺は恥ずかしいという気持ちを隠すのであった。その日の夜、なぜか俺の部屋に全員集まっていた。なんで二人とも俺の部屋にいるの？なんとなく、私も同じです。それに私は、霊夢さんがたまにこうやって千秋くんの部屋に来てたので私も来てみたかったんです。そういうことですか。まあ、二人の気が済むまでいればいいと思いますけど、俺は学校の課題やってますから。話はめちゃくちゃ変わるんだけど、千秋はいい加減記憶戻らないの？それは俺が知りたいんだよね。何をしてもどこに行っても、記憶が戻りそうにないから。確かにお医者さんも軽度の記憶喪失だからそう遠くないうちに記憶は戻るって言ってましたけど、一向に記憶が戻りそうにないのは確かですよね。どうしてなのかしらね。直接頭に衝撃を与えればいいのかしら？それはもうマリサにやられたから。それじゃあ他に何かいい案とかないの？俺としては放置でいいと思ってるんだけど。素人知識で変なことをして、今より悪化させるのも嫌だから。私も千秋くんと同じ考えですね。まあ、確かにそうだけど。千秋はいいとして、サナエは千秋の記憶が早く戻ってほしいとは思わないの？確かに早く戻ってほしいですけど。それとは別に、今のままでもいいんじゃないかって思ってる私もいるので、よくわからないんですよね。そう。私はさっさと記憶を思い出させて、ちゃんと反省させたいと思ってるから。反省？千秋。明日時間があるなら、サナエとデートしなさい。それで明後日は私とデートしなさい。え？は？いきなり何言い出すんだよ。そうですよ。いいから、二人とも明日時間は空いてるの。まあ、特に予定っていう予定は入ってないけど。同じくそうですけど、なんでいきなりデートなんですか？深い意味なんてないわよ。ただ単にそうしたら千秋も何か思い出すんじゃないかと思っただけよ。はあ、わかったよ。明日明後日二人とデートすれば、霊夢の気が済むんだったらそれでいいよ。言い方がムカつくけど、そうしてちょうだい。本当にデートするんですか？サナエ、諦めなさい。決定事項よ。落胆というか、どこか納得のいってないサナエさんを横目に話は決定するのであった。お待たせしました。俺も今来たばっかりですから、大丈夫ですよ。霊夢の提案で、なぜか同じ家に住んでいるにもかかわらず、駅前で待ち合わせすることになっていた。サナエさんはどこか行きたいところとかありますか？昨日言われたので、全然プランとかなくて。どこか行きたいところですか？私も特に何も考えてなかったですし、千秋くんと一緒ならどこでも楽しいですけど、とりあえず映画でも見に行きますか？映画ですか。いいですね。今何かやっているかわからないですけど、そういう行き当たりばったりなのもいいですね。そういい、俺とサナエさんは映画館に向かうのであった。映画を見終わりお昼ご飯を済まして、俺とサナエさんは近くの公園で休憩していた。なんで霊夢さんは急にデートなんて言い出したんでしょうね。さあ、ただ、俺の記憶を戻すために提案したんだと思いますよ。記憶を戻すですか？なくした記憶にある行動でも記憶が戻るかもしれないんですよね。デジャブか？いや、昨日霊夢さんも似たようなこと言ってたな。一応聞いておきますけど、サナエさん、記憶をなくす前の俺とキスしたことありますか？したことありますよ。はぁ？記憶をなくす前の俺は本当に何してたんだよ。だから、もう一度してみませんか？記憶が戻るかもしれないですし。これは霊夢さんとのことを言った方がいいのか？いや、言わない方がいいか。でも、キスしても記憶が戻るとも限らないですし。私とするのは嫌ですか？そういうわけじゃないんですけど。なら、試しにしてみましょうよ。試しって。サナエさんはそれでいいんですか？
私は千秋くんのこと好きですから、大丈夫ですよ。それに、霊夢さんだけにするのは不公平じゃないですか？サナエさんにそう言われ、俺は少し動揺するのであった。